東京都議選の期間中に無免許運転で人身事故を起こした木下富美子都議が自身のホームページに謝罪文を掲載しました。木下富美子都議はホームページで無免許で自動車を運転し交通事故を起こしてしまったことについて猛省しております。有権者の皆様の信頼を損ねることになってしまい心よりお詫び申し上げます。と謝罪しました。 被害者に対して誠意ある対応を行う。とした上で、私にいただいた2万9767票の重みを踏まえ、有権者の方々との絆を大切にし、損ねてしまった信頼を取り戻すためにどうすればいいか、さまざまな意見をいただきながら、熟考を重ねてまいります。とコメントしていますが、議員としての進退については記載していません。木下都議は 今月4日に党開票が行われた都議選に、都民ファーストの会から出馬して当選しましたが、その後、選挙期間中に人身事故を起こしていたことが判明し、党から除名処分を受けています。木下都議はホームページで、有権者の皆様の信頼を損ねることになってしまい、心よりお詫び申し上げますと謝罪しました。 また被害者に対して、誠意ある対応を行うとした上で、私にいただいた2万9767票の重みを踏まえ、有権者の方々との絆を大切にし、損ねてしまった信頼を取り戻すためにどうすればよいか、さまざまな意見をいただきながら、熟考を重ねてまいりますとコメントしていますが、議員としての進退については記載していません。 木下都議は今回の都議選に都民ファーストの会から出馬し当選しましたがその後、党から除名処分を受けています自身のホームページに掲載したのは都議を持続するための謝罪文でしょう免停中に自動車事故を起こして運転できると勘違いしたなどと開き直っているので規範意識がないと思います 都民を規範で支配する立場に立つのはおかしいです。故意に情報を隠し、有権者の票をだまし取ったので、当選そのものに正当性がありません。事故の賠償を都議の給料で出すのはおかしいと思いませんかさすが、もう信頼は取り戻せません。それとも、まだ信頼を取り戻せると思っているんですかそれなら、あなたは、 全く人の気持ちが分かっていない。それはそれで大問題ですよ。素直に辞任してください。